の父として広く認知されているまた著書アバートフェイスザエッセンシャルズオブインタラクションデザインやザインメイツアランニングザアサイラムホワイファイテックプロダクツドライブアスクレイジーハウスレストアザサニティでも知られているインタラクションデザインコンサルティングのリーディングカンパニーであるクーパー社を創業して 目的主動型設計手法を生み出し、ハイテク製品を生み出すための実用的なインタラクションデザインツールとして、ペルソナの活用を先駆的に提唱した。2017年4月28日、クーパーはビジュアルベーシックにおいてビジュアル開発環境を発明し、インタラクションデザインとその基本ツールの分野を確立した先駆者として、 コンピュータ歴史博物館のコンピュータの電動の電動入りした。クーパーはアメリカ合衆国カリフォルニア州マリン郡で育ち、マリン大学で建築学を専攻した。彼はここでプログラミングを学び、学費を稼ぐためにプログラミングの仕事を受け負っていた。1975年に大学を卒業して、すぐ最初のマイクロコンピュータが市場に出回るようになると、クーパーは カリフォルニア州オークランドに最初の会社であるストラクチャードシステムズグループを設立した。この会社は最初のマイクロコンピュータ用のソフトウェア会社の一つであった。SSG 社の会計ソフトゼネラルレジャーはバイトやインターフェースエイジなどの人気のマイクロコンピュータ雑誌に広告を出して販売されていた。このソフトウェアはファイアインザバレーの歴史的な記述によると おそらくマイクロコンピュータ向けの初の本格的なビジネスソフトウェアだった。これはクーパーのソフトウェア作者としてのキャリアの始まりであると同時にマイクロコンピュータソフトウェアビジネスの始まりでもある。クーパーは1980年に同社の株式の持ち分を売却するまでに SSG で12本のオリジナル製品を開発した。初期の頃、クーパーは ゴードン・ユーバンクスと協力してビジネスプログラミング言語クベーシックの開発、デバッグ、ドキュメント化、販売を行った。クベーシックはビル・ゲイツやボール・アレンのマイクロソフト・ベーシックの初期のライバルだった。ユーバンクスはカリフォルニア州モントレーにあるアメリカ海軍大学院で学生プロジェクトとして教授のゲイリー・キルドールと共にクベーシックの前身であるベーシック E を制作した。 ユーバンクスは海軍を退官し、キルドールが設立したデジタルリサーチに入社した。その後まもなく、ユーバンクスとキルドールは新しく設立する同社の研究開発部門にクーパーを誘った。クーパーはドライに2年間勤務した後、デスクトップアプリケーションソフトウェアの開発に専念した。1980年代には、クーパーは Windows 用のマイクロフォン2や、 初期のクリティカルパスプロジェクト管理プログラムであるスーパープロジェクトなどビジネスアプリケーションをいくつか制作した。クーパーは1984年にスーパープロジェクトをコンピューターソシエーツに売却し企業間市場での成功を収めた。1988年、クーパーは Windows ユーザーがファインダーのようなシェルを構築できるようにするビジュアルプログラミング言語コードネーム ルビーを制作した。彼はこれをシェル構築セットと呼んだ。彼はビル・ゲイツにルビーを実演し、マイクロソフトはそれを購入した。当時、ゲイツはこの技術革新は同社の製品ライン全体に大きな影響を与えるとコメントしていた。マイクロソフトは当初、この製品をユーザー向けのシェルとしてリリースするのではなく、 Windows 向けのビジネスアプリケーション開発に広く使われていた同社のプログラミング言語クイックベーシック用の開発ツールに変えビジュアルベーシックと称することを決めていた。クーパーの動的にインストール可能な制御機能は Ruby ではよく知られたコンポーネントでありビジュアルベーシックエクステンションインターフェースとして有名になった。この技術革新によりサードパーティーの開発者がウィジェットを DLL として記述し、それをビジュアルベーシックのディレクトリに置くことで、ビジュアルベーシックがそれを見つけてそれと通信し、シームレスなプログラムの一部としてユーザーに提示することが可能となった。ウィジェットはツールパレットや適切なメニューに表示され、ユーザーはそれをビジュアルベーシックアプリケーションに組み込むことができる。VBX インターフェースの発明は、これらの 動的にインストール可能なコントロールのベンダーにとって全く新しい市場を生み出した。クーパーの仕事の結果、1990年代には多くの新しいソフトウェア会社が Windows ソフトウェアを市場に送り出すことができた。ビジュアルベーシックについて書かれた最初の本座、ウェイトグループ S ビジュアルベーシックハウツーはクーパーに捧げられており、著者のミッチルウェイトはこの本の中で クーパーをビジュアルベーシックの父と呼んでいる。1994年、ビル・ゲイツはソフトウェア業界への貢献を称えて、クーパーに Windows パイオニア賞を授与した。プレゼンテーションの中で、ゲイツは VBX インターフェースを作成した、クーパーの革新的な仕事を特に重要視した。1998年、スフェフォーレムはクーパーにビジョナリー賞を授与した。 キャリアの初期に、クーパーはソフトウェア構築において当時受け入れられていたアプローチを批判的に検討し始めた。彼が最初の本で報告しているように、彼は重要なことが欠けていると考えていた。ソフトウェアの作者は、ユーザーはこれをどう使うのか、ということを考えていなかった。クーパーは、この洞察により、何がコード化できるかではなく、ユーザーのニーズを満たすために、 何を設計できるかに焦点を当てた設計プロセスを作成することを模索した。1992年、ソフトウェア業界の急速な統合化に対応して、クーパーは他の企業へのコンサルティングを開始し、よりユーザーフレンドリーなアプリケーションの設計を支援した。それから数年以内に、クーパーは基本的な設計原則のいくつかを明確にし始めていた。 彼はクライアントと共にユーザーのニーズを第一に考えたデザイン方法論を提唱した。クーパーはクライアントの製品のユーザーにインタビューをして、これらの人々を幸せにするための共通の筋道を発見した。この実践から生まれたのが設計ツールとしてのベルソナの仕様だった。クーパーは2冊の本で自分のビジョンを解いた。彼のアイデアは、 ユーザーエクスペリエンスの運動を推進し、後にインタラクションデザインと呼ばれる技術を定義するのに役立った。クーパーの一冊目の著書アバウトフェイス、ザ・エッセンシャルズ・オブ・ユーザー・インターフェースデザインは1995年に出版された。その中でクーパーは実用的なデザイン原則の包括的なセットを紹介しており、本質的にはソフトウェアデザインの分類法である。 第2版では業界や専門家の進化に伴いインターフェースデザインはより正確なインタラクションデザインになった。本書の基本的なメッセージはプログラマに向けられた Do the Light Shing, Sync About You r Users である。この本は現在 About Face The Essentials of Interaction Design というタイトルで第4版が刊行されており、プロのインタラクションデザイナーのための基礎テキストと考えられている。クーパーはアプリケーションの姿勢の考え方を紹介している。アプリケーションが空間の大部分を使用してユーザーの入力を待つ主権的な姿勢やソフトウェアが常には動作したりユーザーと関わったりしない過渡的な姿勢などである。 彼は、アバウトフェイスの中で、ウェブサイトについての、情報的な姿勢と、取引的な姿勢について論じている。クーパーは、1998年の著書ザ・インメイツ・アー、ランニング・ザ・アサイラム、ホワイハイ、テック・プロダクツ・ドライブ・アス・クレイジー・アンド・ハウス、レスト・ア・ザ・サニティの中で、目標志向設計という彼の方法論を概説した。これは、ソフトウェアは、 コンピュータの些細なことにユーザーを誘惑するのではなく、ユーザーの最終的な目標に向かって、スピードを上げさせるべきだというコンセプトに基づいている。この本の中でクーパーは、実用的なインタラクションデザインのツールとして、ペルソナという新しい概念を紹介している。この本の中での簡潔な説明により、ペルソナは、その異常な力と有効性のために、 ソフトウェア業界で急速に人気を博した。今日では、インタラクションデザイン戦略の概念とペルソナの利用は、業界全体に広く浸透している。クーパーは、彼の2冊目の本のメッセージを、ビジネスマンに対する、ノーやユーザーズ、ゴールズハウズサティスファイゼム、ユニードインタラクションデザイントゥー・ドゥーザ・シングライトとしている。クーパーは、顧客のニーズを満たすために、また、 最初に正しく行うことでより良い製品をより早く構築するためにデザインをビジネスの実践に統合することを提唱している。クーパーは現在インタラクションデザインの進歩とアジャイルソフトウェア、開発の有効性を効果的に統合する方法に焦点を当てている。クーパーは定期的に講演を行っており、彼の会社のウェブサイトでこのことについてブログを書いている。 クーパー社はサンフランシスコに本社を置きニューヨークにオフィスを構えるユーザーエクスペリエンスデザインと戦略のコンサルティング会社である1992年にアラン・クーパーとスー・クーパーによってカリフォルニア州メンローパークでクーパーソフトウェアという名前で設立され1997年にクーパーインタラクションデザインに社名を変更した当初の顧客は主に シリコンバレーのソフトウェア会社やコンピュータハードウェア会社だった。アラン・クーパーは1992年の設立以来同社の社長を務めている。同社は目的思考設計という人間中心の方法論を採用しており、ユーザーが望む最終状態とそこに到達するための動機を理解することの重要性を強調している。2002年、クーパー社はインタラクションデザイン、 サービスデザイン、ビジュアルデザイン、デザインリーダーシップなどのトレーニング過程を一般に提供し始めた。2017年、クーパー社はウィプロ、デジタル社の戦略的デザイン部門であるデザインニットの一部となった。ありがとうございます。